求人広告。Oh, his voice. 防除旅館での臨時料理人を1名募集。高級高待遇。報酬につきましては大相談。Okay. おい、見ろよ。高級でキューボだってさ。モラを稼ぐチャンスだぞ。Strange. Why does Wang Shun In want a new chef? What? Oh, 確かにそうだな。あ、まさか、元将に何かあったのか？あいつは人が勝手に厨房に入っただけで怒鳴り散らすしな。手伝いがいるとは思えないけど。あれ、続きに何か書いてあるぞ。興味のある方は上までお越しいただき、支配人のワイヤンとお話しください。あ、sure, let's。なあ、オイラたちも上に行ってみないか？ Jesus, your dialogue. うん。ついでに報酬がいくらかも聞いてみようぜ。Of course you are. 支配人、本当に必要ないんですって。ただ手をやっただけ。Okay.料理を作るのに差し支えはないでしょう。今は差し支えなくても治りが遅くなってしまうよ。ひとまず数日は休みなさい。何か方法を考えるから。よう支配人、それに元将も。おや、旅人さんにパイモンさんではありませんか。どうしてこちらに？それで上がってきたんだ。元将に何かあったのか聞いてみようと思ってさ。やれやれ、だからあんな張り紙はやめろって言ったんだ。お前たちにまで心配をかけるとはな。What happened? 大したことでもないんだが。元将に代わってお二人のお心遣いに感謝申し上げます。ほら、あなたも恥ずかしがってないで説明したらどうだ。わかりましたよ。実は先日の回答祭で大勢のお客さんがやってきてな。料理を鍋から取り出すときにちょっと慌ててうっかり手をやけどしてしまったんだ。 That doesn't sound like you. そりゃあな、猿も木から落ちるって言うだろう。どんなに腕のいい料理人でも手元が狂うことはある。それにこれっぽっちの怪我なんて全く問題ない。強がりはやめるんだ。無理をして怪我がもっとひどくなったら1日2日休むだけでは済まないんだから。だけど回答祭が過ぎて間もないし、店に来てくれるお客さんは多いんです。休んでる場合じゃないでしょう。それに遠くからはるばるやってきた外国のお客さんもたくさんいるんですよ。適当な間に合わせの料理人を入れて、That's Goba. Wait. アシアンリン。アシアンリン。ブリューのことがあったら真っ先に俺が承知しないぞ。そう言われるとどっちが支配人だかわからないな。でも彼が言うことも一理あります。なんといっても元将は料理王決定戦の決勝選手ですから。そんじょそこらの料理王には変わりが務まりません。自慢じゃないですけど、俺レベルの料理人となるとみんな自分の店を持ってますよ。旅館の手伝いに来るほど暇なやつなんてなかなか見つからないでしょう。まあもう少し報酬を上げないといけないね。うーん、料理が上手で暇なやつ。I wonder who could it be? Sometimes the answer is you're looking for is right under your... あ、それってお前じゃねえか。 I'm gonna smack you. 思い出しました。以前聞いたことがありましたね。あの時はあなたが凄腕の強者だということばかりが印象に残っていて、料理の腕前のことを忘れていました。料理の腕前は覚えてないのに、凄腕なのは覚えてるのか。That is so true. Why? それでも旅館の支配人なのかよ。まあ細かいことはお気になさらず。とにかくあなたが来てくださるのなら、元将も安心して厨房を任せられるでしょう。ね。まあお前になら確かに他のやつに任せるよりかはいい。じゃあこの仕事を引き受けるか。 You say something about increasing the pay. Never thought I would see the day when
Yan Xiao leaves his kitchen. 言ったからには約束しましょう。決して少ない額ではありませんよ。けど、一つ言わせてくれ。旅館で厨房を取り仕切るのは、自分のために料理を作るのとはわけが違うからな。I bet it will be all of the things, so... 俺が仕事になれるまで手伝ってやる。結局心配なんだな。支配人、店にまだ使ってない調理器具があったはず。あれは…ああ、はいはい。今すぐ準備してこよう。What? Oh, wow. 完成です。見てください。あなたに合わせて作ってみました。You are pretty good at that. いえいえ、ほんのたしなみ程度で取るに足りません。では、現象、ここはあなた方に任せるよ。ここまで大掛かりなことをするなんて。今あるかまどをそのまま使えばいいじゃんか。どんだけ調理器具に触られたくないんだよ。いや、そんなことはない。オーナーは人を使う以上は疑わない。疑わしければ使わないと言っていた。俺はただ、今のかまどはお前にとって、その、少し高さがあると思ってな。Well, everyone looks short compared to you. さっきも言っただろう。旅館で厨房を取り仕切るのは、自分のために料理を作るのとは訳が違うって。色、香り、味にこだわるだけではなく、速さ、正確さ、そして安定感が必要なんだ。例えば、自分に合わないかまどで一日中料理を作っていると、疲れて腕や背中が痛くなるばかりか、料理を出すスピードが遅くなってしまう。すると、待っている客もイラつくだろう。だからこそ、調理器具はきちんと準備しておかなければならない。それが速さだ。じゃあ、正確さと安定感ってなんだ？正確さとは、正しく見極めることだ。肉塊の Actually, kind of like the new layout. 油をどのくらい使うか。そして、Are you gonna cook this new layout? 自分のために料理をするなら、様子を見つつ、水が多ければ塩を足し、塩が多ければ水を足す。といった具合に味を調整できるが、旅館の厨房ではそんな試行錯誤してる猶予はない。I'm not worried about that. もし本当に失敗したら、オイラが片付けてやるよ。最後の安定感は、どんなに意地悪な注文でも確実に答えなければならないということだ。特に各地からやってくる味の好みが異なるお客さんをもてなすためには、もともとの食習慣に気を配るだけでなく、ご当地料理を味わいたいという気持ちも考慮しなければならない。おい、最後のはかなり難しそうだな。大丈夫だ。旅人はいろんな場所を渡り歩いてきたんだろう。実際にやってみたら、俺よりうまくできるかもしれん。それに、数日は俺も厨房に残って助ける。きっと、お客さんの一人一人が我が家に帰ってきたように感じるおもてなしができるさ。What happened? This actually looked nice. The hell, bro? グズグズしてはいられない。早速やってみよう。基本的な調理は俺が口出ししなくてもできるはずだな。気をつけるべきことは、テーブルごとに注文の要望が違うことだ。オッケー。ごちゃにしないようにな。ひひ、オイラも覚えるのを手伝うからな。安心していいぞ。At the end of the day,What happened?何番テーブルだっけ？一番テーブルのお客様はネギはいるけど唐辛子はいらなくて、二番テーブルは唐辛子はいるけどネギはいらない。三番テーブルは三番テーブルは Snap out of it, Paimon! Snap out of it! They're gone!You've been talking nonsense since halfway through the day. 休憩する暇もなかったし、頭の中がごちゃごちゃになっちゃってたんで。
旅館にはいつもこんなにたくさんのお客さんが来るのか？まだ繁忙期だからな。初めてこの厨房を切り盛りしたにしてはお前たちは十分よくやってたよ。でも今回来たのは常連ばかりで、これといっておかしな注文もなくてよかった。出なければもっとややこしいことになってただろうな。これでおかしな注文がなかったのか？醤油をかけた杏仁豆腐なんてオイラだって食べたことないぞ。世の中にはいろんな人がいて、それぞれの好みも様々だ。それを全て受け入れられるのがリーウェ料理の真髄だ。それにこのお客さんたちの注文ははっきりしていたから、指示に従って料理すれば問題なかった。本当に困るのはお任せとだけ言ってくる客たちだ。ごめんください、もう閉店しちゃったかな。あれ、この声は見てくれ。どうしよう、本当に誰もいないみたいだ。僕がもっと早く来ていれば。大丈夫だよ、今から野外キャンプの準備を始めても遅くないはずだ。そう、それに悪いのは取材に夢中になって時間を忘れてたお兄ちゃんだから。あ、リネット、リネット、それにフレミネじゃないか。本当にお前たちなのか？パイモン？じゃあもしかして旅人も？Yes, I'm here. Greetings, creatures. 旅人にパイモン、まさかここで会えるなんて。それはこっちのセリフだぞ。オイラと旅人はここで手伝いをしてて。You fill the three of them in. というわけなんだ。お前たちこそどうしてここに？In leeway? Why? Doesn't make sense. その逆だよ。僕たちは休みでリーウェイに来たんだ。うん。ついでにあちこちで取材はしてるけど。お父様が言うには、ここのところ僕たちはずっと忙しかったから、しばらくは休むといいだろう。その方が次の任務に都合がいいって。この間解凍祭があったでしょ。せっかくの機会だからってお兄ちゃんがリーウェイに連れてきてくれたの。And the cultural tour? リニ mentioned? リーウェイ校で面白いマジックをたくさん見たんだ。あれ、リーウェイじゃ奇術って呼ぶんだっけ。奇術とリーウェイ劇、重武劇を組み合わせてやる人もいて、本当に素晴らしかった。Oh, you saw that. Cool. それでここにもう何日か滞在して、もっとアイデアを集めようと思ってね。先日は警察層のジャクシンさんを訪ねたし、今日も近くでインスピレーションを探してて。あげくに時間が経つのも忘れて、今日はまだ何も食べてない。ご飯といえば知ってるかい？フォンテーヌもリーウェイも水産物が豊富だけど、調理法にはそれぞれの特徴があるんだ。今回はせっかく来たんだから、たくさん味わっておかないとね。それも長く滞在する理由の一つかな。おお、今までは何を食べたんだ？オイラのおすすめを教えてやろうか。お魚料理なのに、あのすごく辛いやつ。もしかして黒瀬スズキの唐辛子煮込みか？確かにフォンテーヌ人からしたら辛い魚料理って珍しいもんな。魚料理だし匂いも美味しそうだったから、リネットは躊躇なくパクリと一口食べたんだ。そしたら一日中むせて口も聞けなかった。リネットがもともと無口な方だったのが不幸中の幸いだけど。くーGo! You need to eat! お兄ちゃんとフレミネはお腹空かないの？
うん、ちょっと空いてる。それもそうだね。じゃあ旅人、料理をお願いしていいかい？ Convenient? What do you want? メニューの名前を見ただけじゃどんな料理かわからないし、せっかく君がいるんだからおすすめをもらおうかな。僕たちの味の好みはわかるでしょ？ Sure. あと、お願いだから唐辛子は入れないで。For you, cat lady, anything. 僕は黒瀬鈴木の唐辛子煮込み美味しかったと思うけどな。心の準備さえしておけば、むせることはないんじゃないかな。今度もう一度試してみる？遠慮しとく。うん。なるほど。フォンテーヌからのお客さんか。辛いのが苦手なのも無理はないな。だがあっさりさせすぎても彼らが普段食べているものと変わらない。What do you recommend? そうだな。カニ味噌とエビのむき身を炒める料理があるぞ。一見味付けが濃いように見えるが、実際にはしつこくなくて口いっぱいにうまみが広がるんだ。お、それはぴったりだな。なんて名前の料理だ？よく聞いてくれた。レシピにもこう書かれている。カニ味噌は金に勝り、エビのむき身は珠玉のよう。だからこの料理は金玉満堂と呼ばれているんだ。That's a pretty enigmatic name. ほら、これがレシピだ。準備ができたら一緒に作ってみよう。Oh, thanks. Okay. Click the button. Oh, it's just like a rhythm thing, I guess. Or like a bar meter thing. Okay, sure. カニ味噌は金に勝り、エビのむき身は珠玉のよう。うん、このレシピを書いた料理人は本当に名付けがうまいな。Whoa. I first cook using shrimp meat, crab, salt, snapdragon. People say the crab looks like pearl of gold, while the shrimp looks like chunk of jade.My flavor of this dish is suited for those who want to taste an essential flavor of seafood. Some have rated this dish as such. What do you get when you put crab on shrimp? And add freshness onto freshness. A spontaneous and flavorless dish. A tenderness of the shrimp and the crab floor, glutinous grains granted freshness, deliciousness and perfect mouthfeel.The crab shines brighter than gold, and the shrimp glimmers like gems, forming a jewel table fit for palaces. Serve them up. I've come up with a new recipe. This is so like 15. What the fuck? Okay.Cool. Aha! This is cute. After holding, release at the right moment to mix. Okay. Ow.The delay on my controller though. Sheesh. Okay, shrimp meat is done. Cooking. Press at the right moment to cook. Wow. Cooking complete. Oh wow, that looks good.Oh, I can swap stuff. Oh, that's cute. Can I see? Ah.
kind of like yellow. It looks nice. Ooh. Maybe put leaf on the birds. Sure. Challenge complete. The palace jewel. Everybody just staring. So, you are a little bit of a pie, mom. You are a little bit of a pie. So, you are a little bit of a pie. Of course, you bored. But you guys eat first. How about that?Awkward.それじゃ、まず僕が旅人のお手並みを拝見させていただくよ。イエイ。ほん。ん？どう？水飲む？いや、すごく美味しい。素材本来の味だ。タレがたっぷりかかってるのに、ちゃんと海の旨味を感じる。二人も食べてごらんよ。うん。この味、もしかしてカニ味噌？大正解だ！さすがリネットだな！道理で、エビの味とうまくマッチしてるわけだ。こんな料理もあるんだね。へへん！この料理のこだわりは、エビにカニを加え、新鮮さにうまみをプラス。柔らかくプリプリのエビにね、とりとしたカニ味噌が重なり。味も香りもよく、食感も抜群。 Why are you winking? カニ味噌は金色に輝き、エビのむき身は透き通る玉の色。だからこそ、金玉マンダって美名があるんだ。 OK。 なるほど。この名前にはそんな由来が。確かにぴったりだ。変だな。パイモン、いつからそんなに物知りになったの？She's just memorizing what the recipe said. この料理は口に合うと思うよ。リネット。って、あれ？金玉マンダしか残ってない。Because you were yapping, lady. You're yapping. リーウェではシェフに対して最高のお礼はたくさん食べることだと聞いたから。Smooth. すごく美味しい。Smooth cover. ありがとう。みんなで早いもの勝ちみたいに食べ。I'll make you some. Calm down. Fucking Paimon. Hi. お箸がやっとまともに使えるようになった。Practice make perfect. うん。リネとリネットは手先が器用だから、リーウェイに来てからすぐに慣れたんだけど、僕は最近やっとうまく使えるようになって。そういえば、リーウェイにはお茶碗やお箸を使った技術もあった。マジックの助手を務めるにはこういう練習も欠かせないよね。The heck are they conjuring? Yo. 自分の好みをストレートに表現することなんて滅多にないリネットが、今回は早い者勝ちだなんて、君のおかげで変わったのかな。それとも君が作ってくれた料理が本当に美味しすぎるだけかもね。次にフォンテーヌであったら、他の弟や妹たちにもお手並みを披露してもらえるかな。Whatever you say, great magician. Whenever you're free, sure. よし、じゃあ早めに予約しておかなきゃね。
Lynette! Yo! Energy補充型消化モード on. I've never seen you eat too much, so much. 普段は体型を保つために私もお兄ちゃんもあまり食べないようにしてるの。マナーを考えて食卓でも控えめにしてる。でもたまには家族の前で好き勝手するのも悪くない。もしお兄ちゃんとフレミネが譲り合うのを待ってたら料理はとっくに冷めてた。Okay. I didn't read that loud until it finally hit my head. I'm like, okay. 友達は満足してくれたか。見事なもんだ。初めてまだ1日なのにこれほど。Hey man, thanks to you, man. 頼んだぞ。あ。Okay. Oh. Is it? Oh, they're gone. Well, the next day, or whenever that is. Oh, hi. Yo. 支配人の話では、前回来てくれた新しいお客さんや常連からは、とても好評だったらしいぞ。こういうことにはなれないんじゃないかと心配していたんだが、この分だと、お前の腕前なら、通常業務は十分にこなせそうだな。Thanks. 味にうるさい上に、要求が面倒な客が来ない限り、お前が。ファルザン。フランザン。そんな客もいるのか。そりゃもちろん。特に、ほとんど料理をしたことがないくせに、本だけは山ほど読んでる学者先生とかな。You seem happy. 暇になるとやってきては、あんたの作ったものは伝統的ではないだの。どこどこがこうで、数百年前の味と違うだの。あら探しをするんだ。ここが防除旅館か。一応は老舗といったところかの。I know that voice。これ店主、何か看板料理があるなら早くここへ持ってまいれ。一番高いやつじゃ。Why did you? What? 先輩。Why did you wink?Hello? 旅人にパイモンか。なぜここにおるのじゃ。こっちが聞きたいぞ。なんで急に旅行できるくらいの経費ができたんだ。しかも一番高い料理まで注文して。これは旅行ではないぞ。わしのような学者が専門アドバイザーとして招かれ、世界中を旅するのは日常茶飯事じゃ。 What?Why the two of them there? Here. Haruzan-senpai. Yukkuri. Kino no yoru wa minna de tetsuya datta. That's the number one rule. Never mess with old people, bro. They can have energy whenever they want. Hyakusai o koeteru no kana?私がおごると言ってからずーっとこの調子ですな。おでん。ああ、もしくじにま、下は。レイラ、それにドリー、珍しい組み合わせだな。Why don't you take a seat? Sit? Sit? Yeah, okay. おお、お前は実に忙しいやつじゃの。Hmm. じゃが、ここの料理長にも認められておるなら。本場の名物料理を食べ損なう心配はないの。それでお前たちはなんでリーユエに来たんだ。さっき専門アドバイザーとかなんとかって聞いたような。先日フォンテーヌから新しい船を入手いたしまして、あーなんと最先端のナビゲーションシステムが搭載されていますのよ。これを普及できれば、okay. とても大きなビジネスチャンスになることでしょう。God damn, she's such a gremlin. オルモスコーから離島へ、離島からリーユエ港へと。次はドンマンポートにも行く予定ですわ。私と先輩はコンパスや装置の調整を手伝うために雇われているの。
昨夜は耐圧試験のために一晩中雲来の海を漂ってた。Well, you are always tired, so that sounds like illegal overtime. Yeah, okay, Grandma. No, okay, Gremlin. Grandma is the other one. つまりその手当の一つがおごりってわけか。だからやってくるなり高いご飯を注文したのかよ。何でも注文していいんですのよ。なんて機会はなかなかないからな。それではまず。ワルザン先輩、私ももちろん。一番高い料理でねぎらいたいと思っていますわ。あ、ですが高いからといって美味しいとは限りませんの。リーウェイ料理で一番高いのは海鮮をたくさん使う料理か、手間暇がかかる料理だと聞いたことがありますわ。でも私たちは何日も海の上で揺られていたのですから、この上魚やエビやらを食べても美味しく味わえないでしょう。もも言われてみれば確かにそうじゃの。しかもレイラさんなんてお腹が空いて今にも気絶しそうになっています。Of course you pick Leila. それはお腹が空いているからじゃなくて。So like slap you. Play along. 人生の大先輩で徳の高いファルザン先輩は後輩を空腹のまま待たせるのは忍びないと思われることでしょう。うむ、後輩を気にかけてやれというのに文句はないんじゃが、何やら騙されている気がするの。What do you think? ですので、時間をかけて煮込む必要がある料理も出さないでくださいまし。それ以外でも、高いものでしたら、何でも結構ですので、旅人にお任せいたしますわ。OK。海鮮と時間がかかるもの以外で、あとはすべてお任せいたします。Who the fuck do you think you are, bitch? Bro, stop laughing. Oh my god. エビのポテト包み揚げ、黄金ガニ、どれも次回頼むしかないのか。I can feed you, Grandma. No need to come here.先輩が一気に落ち込んじゃった。なるべく高い料理を選んでもらえる。OK。 はっ、風よ。 Yo, help。 高価で、しかも回線は使えず、さらには時間もかけられない。それじゃ大半の料理がダメじゃないか。こんな意地悪な注文、一体誰が出したんだ。ドリーのやつ、わざとやってるのか。 We're dealing with a grandma and a grandma and a sleepyhead. What do you think? Yeah. うちの旅館はルリ亭や新月軒と違って高級な食材を常備しているわけじゃないんだ。普通はお客さんの予約が入ってから準備するもんだからな。ありふれた食材を使って短時間で正真正銘の高級料理を作る。そうなると値段がつくのは料理人の技と料理の独創性だけだ。半減給換という料理がある。手元にある食材だけで作れて提供するのにも時間はかからない。そして一皿の値段は3万モラだ。わお、3万。普通の食材を使って時間もかからないのにか。なんでそんなに高いんだ。この料理の技は時間じゃなく料理人の包丁さばきと火加減にかかっている。さまざまな種類の肉を細切りにし棒状にこねてから最後に鍋で炒めるんだ。食べてるうちに味わいがどんどん変化し、しかも進化していくのが売りだ。
種類の違うそれぞれの肉をいかにまとめちょうどよく焼き上げるか、いかに互いの味がぶつからないようにするか、それがこの料理の価値を示す部分だ。うまくできれば超一流の名物料理、しくじったらただの肉そぼろだ。おお、わかったぞ。つまり高いのは料理じゃなく料理人のギャラってことだな。 What do you think? Can I do it? 大丈夫だ。棒状にこねるような細かい作業は俺が手伝ってやれる。え、アンチュー supposed to be on break? 大事な部分に集中すればいい。心配すんなって、大胆にやってみろよ。 Of course you。 心配してもお前が作った肉そぼろならオイラは喜んで食うぞ。昔はこの料理で5種類の肉を合わせられる名人がいたそうだが、俺は3種類までしか調和させられないんだ。Wonder who that is? 恥ずかしい限りだ。It would be cool to have a chef character. Aside from Xiang Ling, I mean. A stir-fried dish made of a variety of meats that has layers, even entire floors of flavors.Simple ingredients, unique creativity, and intricate cooking process make this an unparalleled delicacy fit for any gourmet seeking the very fineness of the flavors. They say that in Yue, lutes have 5 strings and flutes have 7 apertures, and that this dish is correspondingly made with 5 meats and 7 side dishes.That said, it is doubtful that any chef could make a dish as complicated as the story claimed. Serve them up! You haven't seen Lu Min in action! Press at the right moment. Okay, oh, that's pretty easy. Up. Bop. Oh!Tree, whoa!Nice. I thought it says 5. After holding. Oh, yeah, okay. Oh, yeah, I have to hold a little earlier in my release. Okay, cool. Yeah, that was a lag. Like, I released it and then it hit. Like, it was not even on the bar yet or something. So I have to release it there.Okay, cooking fast at the right moment. Oh, there's two. Bop. What? Okay. Ooh, that looks nice. Man, this reminds me of fucking 15. You know, Ignis just cooked a very delicious looking dish.I'll put like some grape or something, whatever that is. Let's put leaf. It looks nice. Sure, whatever. Finish. Trembling Squiddy. I don't know what it said. ああそうですわ。パイモンと旅人も朝食はまだなんです。Wait, this is morning? それなら、I thought it's afternoon. Or at least evening. ドリ、いつの間にそんな親切になったんだよ。Really?というものは宴席で決まるものでしょう。ほら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 、座って座って座って、遠慮しないでください。Swear, man. The JP one, Dobby is going ham. 料理に見えますし、事前に調べた限りでは、まあそんなにモラはかからないはずですわ。1万なら問題ありませんが、3万。この料理、一晩徹夜するほどの価値があるのかの。
元を取れるかどうかはお前にかかっておるぞ、旅人。疲れた。眠い。眠たい。I'm so with you, Layla. Everyone begins to eat. これは鶏もも肉？うん。キノシシの食感にも似てるような。You awake now? 噛むたびに別の味わいが広がるな。よく味わうと煙でいぶしたような風味もある。実に不思議じゃな。どうやって作ったんじゃ？The smoky mess is from the ham. That was my addition. ハム？しかしこの料理のどこに？あ、That's cute. 気づいたみたいだな。そう、いろんな種類の肉を細切りにして棒状にしたんだぞ。オイラと現象ですっごく頑張ったんだからな。でも私にはよくわからないけど、肉の種類が違えば火を通す時間も全部違うでしょ。でもこの料理はきちんと味の調和が取れてる。 Okay, that looks like painting, but also could be 3D. That was kind of cool. I don't know why my head was playing tricks. It's a matter of practice. I know some special cooking techniques. これがお前独自の料理法とはの。無駄足にはならんかったわ。それでこの料理は something紹介し忘れてたな。Okay. 半減球感。細い糸が交差するように見えるのと、複雑で変化に富む食感を表現したと。リーゆえの言葉から取ったじゃない。華麗で賑やかに楽曲が盛り上がっていく様子を意味する言葉なのじゃが、ぴったりな名前じゃな。Cool. なんだ、知ってたのか。I mean, she's old, so. 当たり前じゃ。若者は卒業までに少なくとも20種類の言語を習得するはずじゃろ。今はその必要がないのかの。昔もそうだったの。Hot damn, man. お前もチロン派だってこと、うっかり忘れてたぜ。ああ、それで。Of course. このお料理のお値段ですか？ひひ、そんな高くないって。3万もら。The smoke. Oh my god. Hey, I made the food. You pay me.30,000 mora surely isn't an outrageous amount for magnanimous Lord Sangama Bay. そうだそうだ。商人は信用を大事にするんじゃないのかよ。たとえ一もらだってお金ですのよ。いいでしょう。勉強料ということにいたします。スメールに帰ったら必ずやこの料理を再現してもらい、ほんの一気に稼いでやります。 Good thing? Question mark? Good luck though. Layla, hi. ご飯を食べたらなんだか元気になってきた。おいしいものって眠気を覚ましてくれるんだね。Okay, I never thought you take such a strenuous work. 先生が私にこうおっしゃったんだ。若者がずっと論文と本に埋もれているべきじゃない。機械を作って、I don't see any star now, so. 各地の星空を見に行くべきって。つまり
インターンってことかな。でも本当に疲れる。はあ。Well, you can take a nap. But isn't it morning? Wait, what? Yo.By the way, that whole spiel about no seafood and not taking too long to cook, be honest. You choose the inn to try to save your money, didn't you? Of course! You are a gremlin! Hello?Why you overwork them so they won't eat much? But I could have survived you. 見ての通りですわ。 God damn, your VA though. Jesus. どうになるなんて思いませんでしたの。市場調査をしっかりやっておかないと。こういうことになりますのね。報酬は別に高くないんだろ。結局お前が少しでも損しないようにって欲張りすぎただけじゃんか。You want to talk? God damn. You want to talk, Paimon? Reloader? だからこそ、オイラはたくさんの経験をして物足りない。 Yeah, okay, buddy.Yo, Grandma, you okay?Like the inn so far? 船長賞とエンドゥシェンは食べられんかったが、半減休館も悪くなかったわい。感謝するぞ。I never thought you'd take a job away from the ruins. うむ。新型の装置は確かにわしの専門班以外じゃが、ドリーの出した報酬が魅力的でのう。What she offer you though? 新しい港に来るたびに、町に出ては古書を買い漁っておるんじゃ。Oh. 持ち帰って研究できるからの。Did you find me? 報酬を最低額にして、妙論派の全希望者を追い払った甲斐があったの。Okay. Not sure if that's a good thing or a bad thing. Yo, you okay? Huh? 朝からいい出だしじゃないか。次もよろしく頼んだぞ。Oh yeah, we are still in morning mode. Okay.Serve countless. Okay, I didn't. I. What? Oh. Hey, we got food. I've come out of the new recipe. Okay, well. Unlocking time. Where is it? Boop. Yay! Oh! 今日も頼んだぞ! Lulu!This is an experience under your belt. It became sickening issue. 手際が良くなってきたな。これならもうどんな厄介なお客が来ようと問題にはならん。ストップ。そういうとなんか面倒なことが起こる気がするんだよ。は、そんなことあるわけないだろう。俺は別に。Oh dear.まさかリーウェで会えるとは思わなかったぜ。こういうのなんて言うんだっけか。開口遭遇だ、親分。そうだそうだ、それだよ。だよな、アイトの兄貴。牛使い野郎、なんでお前が。I'm fine with him. おめえは。How about the other guy? 空をかける白鉄チビスケ。それに。ダチ公じゃねえか。今日はついてるぜ。こんなに多くのダチに会えるなんてな。お前帰ったらしばらく働いて金を集めるって言ってたよな。That's it. Pretty quick. It was like last patch. 俺様の腕がありゃ金儲けなんてやろうと思えばすぐにできんだろ。今回はうまいもんを飲み食いしに来たんだよ。
それとついでに玉将がリームでどうしてるか見てやろうと思ってな。I wonder if he's in the thing. Don't ask. Okay. Well, how about you, Ayato? 少し前にリーウェで虫相撲大会を開催した人がいると聞いて、せっかくなので見に来たのです。残念ながらもう終わっていたようですが。Yeah, you mean that a pet ago? あの大会を見逃すなんてよ。そりゃもったいなすぎるだろう。ええ。しかし幸いイット君に会えましたから。当時の盛況ぶりが聞けそうですね。別に構わねえぜ。食いながら話そう。ここの料理人は早く料理人を呼んでこい。ダチたちにご馳走を用意するからよ。はい、that is me。は？おい、お使い野郎はよく本に出てくるみたいな。手で合図したら誰かが出てきてくれる。シチュエーションを真似したいだけだと思うぞ。 God damn, man, Paimon. There's another guy, though. ダチコ、冗談がうまいじゃねえか。なら、早くその料理長を出してくれ。You and kitchen? Okay. それでお客さんは何を注文したいんだ？賓客を喜ばせたいなら、金玉饅頭や半減価格。 Oh, yeah, the food that we just cooked. Okay.予算のことも忘れるな。Oh, okay. もっとよ、こう気取ってねえようなやつはないのか。気取ってない。そうだな。樽を知り、常に楽しむと書いて、知足常楽という料理がある。この料理なら、香り豊かで味わい深く、たらふく食える上に、安くてうまい料理だが。知足常楽、いい名前だぜ。こりゃごちそうにちげえね。ならそれに決めた。ここにいるのはみんなダチコだ。派手な料理で聞かせる必要なんざね。イット君は見る目がありますね。あまりにも大げさに作り込まれた料理は私も好まないのです。 Sometimes a bro just know. これがチキというものでしょうか。 OK, Ayato, bro.マジか。まあ、お前らが楽しければいいや。Okay. そしてその時だ。赤べに一緒が堂々たる気概で、カノハハズキジンキに突っ込んでいった。さすがは真剣虫相撲大器用です。生き生きとした素晴らしい試合だったのですね。OK。よ、空気、よけ？空気が息苦しすぎたから、口実を作って抜け出してきたんだ。ともかく、さっきは会わせてくれてありがとう。詳しいことはまた後ほど話そう。OK。Is this the food that we made? Oh, cool! Yo!Then one will be down there. Oh, that's so cool. Would it stay here though? That'd be nice. お前の友達は個性的だな。まあ、この知足常楽はそこまで難しくないから、今回は何も問題ないだろう。そういえば、なんで知足常楽って言うんだ？たらふく食えるってことは肉とかたくさん食べられるんだろ。たるを知るって名前と全然合ってないじゃないか。別に肉を入れるとは言ってないだろ。この料理は見た目が肉に見えるだけで、実際は豆腐を使って肉の見た目、香り、味を作り出してるんだ。だから知足常楽なのさ。豆腐？そういや牛使い野郎、豆がダメなんじゃなかったか。あ、どうしよう、変えてもらった方がいいよな。何か問題でも起きたのか。豆腐とかなんとか聞こえてきた気がする。はい。おい待て、厨房は料理人の聖地だぞ。部外者は、今は言ってられんな。
お前らの親分に料理を変更してもらうよう言ってくれないか。ハヤトの兄貴を一番よく分かってんのはこの俺様だ。子息上洛ってのはまさに俺らの友情の証だね。おい、まだかよ。早くしてくれよ。赤べに一緒冒険団が話終わっちまうだろう。見ての通り、おそらく難しいでしょう。ちくしょう、完全に舞い上がってるぞ。あいつ、メンツか満腹なら絶対メンツを選ぶよな。We are locked in now. We gotta cook. How about three appetizers? ああ、私は親分にそれをたくさん食べさせて腹を満たしておくから。その時になったら気を伺って行動しよう。Aw, thanks. That's cute. Man. 豆腐が食べられないなんて残念だったな。つまめるものは俺に任せろ。お前は子息上洛を頼んだぞ。はいはい。私もお手伝いさせていただきます。ご安心ください。リーユへの上級料理人の資格を持っていますので。Tell me something you don't pass.Okay, a fragrant and nostalgic Liyue dish. Once number one choice of hearty tucking in. This dish requires one of, to craft the colors of and aromas of meat from tofu, which demand much of the chef's seasoning skill. Word has that this dish was designed for those with older folks.With weakened teeth. Perhaps it's also a chef's duty to ensure that all people can enjoy the food. I don't know why I keep saying chef. Chef. Alright. Tofu. 1, 2, 3. Raw. Chili. 1, 2. Or 8 chili. 1, 2, 3, 4, 5.6, 7, 8. Yippee! Oh, this is the whole. Oh, dear God, this is gonna suck. Release! Okay, good. Nope, totally. Okay. Okay, cool. Yeah, I have to release damn early.Well, not too early, I guess. I don't know. Cooking. Press at the right moment. Oh, there's one. Oh, that's fine. Ooh. Ooh, that looks nice. I feel like the red one nicer. Which one I haven't done yet? I don't even know. Humbly enough. Omatase. Kore ga chisoku jouraku ka. Hara ippa ni nari sou na ryou da na. Ii janei ka. Hora hora Dachiko. Omae mo suwaru tte.ここにいるのはみんなたちだ。遠慮なんていられぞ。じゃあ、さっそく。What's with the loop, bro? 親分、豪に行っては豪に従えと言うだろう。リーウへの食卓での礼式に従い、ここはまず、主賓に味わってもらうべきでは。忍ぶ、お前そういう面倒な規則みたいなのが大嫌いじゃなかったか？ Let me dig in first.そうか、あまりにいい匂いで我慢ができなかったんだろう。よし、おめえらがそう言うなら俺様が一番最後に食べるぜ。Don't kill me. そういうことでしたか。俺様の番だな。一番でけえのいただくぜ。
待て。ん？今度はなんだよ。ユガです。できるだけやってみるぞ。この料理の由来を紹介するの忘れてたね。料理の由来？そんなんいるか？食ったら終わりじゃねえか。聞かずに食べちゃうなんてガイドのいない旅行と一緒だぞ。由来を聞いてから食べればもっと美味しく味わえてだな。確かにお茶も種類によって味わい方が異なります。説明を聞かずに味わえば料理人の誠意を無駄にしてしまうのではないですか。ダチ公の誠意だと？そりゃ確かに裏切れねえよな。なら聞かせてくれよ。ほら、よし。じゃあまずはこの料理の材料から。いや、先にボージョレ館の This is so painful。 敵歌集の歴史についてだな。旅人、今だ。オッケー、あれ。マン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 。敵歌集。そんな感動的な物語があったなんてな。今はこんなにいい暮らしができてる。Really nice. それこそ、like, high in whispers, ね。あ。しまった。豆腐の話題を出さないようにしてたらいつの間にか話が。But we already beyond stuff. Shinobu, Tachiko, it's quick. Has met on there. Ato Chotuska no got the nezo. No, none got to use it an acre. Matekre, we have. Ditua, Soreva. It took him, O Machio. Bushskena onega desna. Core or use it data da Kemasenka. Conkai, I saw you no guys to this tano de.家の者たちを連れてくることができませんでした。皆あなたの功名はよく耳にしており、以前から荒滝派に思いを馳せていたのですが、残念ながら今回は同席するご縁に恵まれませんでした。ですがこちらの子息上洛を持ち帰ればきっとみんな喜んでくれることでしょう。そりゃまあな。親分、リーウェでは他人のために一肌脱ぐことが重んじられている。それに料理を待っている間、魚料理をいくつも食べただろう。アヤトさんと私の分まで。なに？ありゃお前らの分だったのかよ。話に夢中になりすぎて全然気づかなかったぜ。ダン。じゃあアヤトの兄貴、俺の代わりにみんなによろしく伝えといてくれ。おいらな、これ持ち帰りで頼む。よ、わしのストーリー。百花は一等にしかず。リーユエにもこれほど多くの虫相撲の強者がいたとは。Count Crushmoss is gold boss one. No wait. Was it?No, yeah, yeah, let's count cost more. Instant kill, no fuel is Lan, whatever name is. What, you really come here for the fight contest, did you? だとすれば、私は相当手遅れたことになりますね。ただ公務での訪問の合間に気分転換で出歩いているだけですよ。You don't come for the lantern way?旅には人それぞれこだわりというものがあります。祭りを楽しむ者もいれば、人混みを避けたがる者もいるでしょう。あやとは少しずつ何だからこそ、このような面白い出来事に巡り合いました。It's like he's preparing something でいただいた豆腐については、but at the same time, it's a side event. So it's like, ローマに食べてもらいましょう。Is he planning?It'll be crazy if that leads to a main storyline, but. この飯を食い終わったら、
また港に戻って仕事か。How did you even come here? それはな。私から説明を。最近親分は船乗りの仕事を見つけて、船に乗ってリーユエに来たんだ。That a good thing? 船が岸に着いた後、しばらくは自由に動ける時間が与えられる。それで花門玉将の様子を見に来られたというわけだ。言っとくが、ついでだからな、ついで。That is nice of him. Oh, it's next is the small rock. Got it. Unless he didn't take account of what I picked. 無事に乗り越えたようだな。よし、気を取り直して次の来客に応対するぞ。Did he pass without an incident? Yippee! That was the same thing. Okay. I'm really curious about the thing. Oh, there we go. Yeah. I feel like there's one hidden one. Right? Could you imagine the next one will be two? Man.I wonder if you can edit from here. No. あっという間だったな。Oh, shit. 俺の手もだいぶ良くなったし、明日にはまた調理の仕事に取り掛かれそうだ。Sure. 今まで本当にご苦労だったな。最後の一日も無事平穏に過ぎるといいんだが。Ah, yes, the ginseng. お前がそう言うと、またなんか起こりそうな気がするぞ。Day passes without an incident. 何事もなく夜になったな。特にトラブルも起きなかったし。そっか、オイラたちもすっかり板についたってことだよな。初めて仕事した時なんか、塩加減とか辛さの調節を覚えるのに半日もかかってたし。今なら何が起きても朝飯前だぜ。Don't get ahead of yourself, buddy. もうこんな時間だし、お客さんも来ないだろ。 Nope. いや、そうだ。Gigi boys. 初日にリネたちが来た時もこんな時間だったような。旅人とパイモン、久しぶり。Yo. ボンボ。それにエウルアとミカ、こんな遅くにご飯を食べに来たのか。先ほど招待の護衛任務が終わったばかりで、石門へと戻る途中なんです。もともとはレーションを食べながら移動を続けるつもりだったんですが、エルア隊長が長いことリーウェ料理を口にしていないとのことで、この旅館で食事ができないかなと思い立ち寄ってみたんです。え、イウルアがそんなこと言ったのか。任務の最中ずっとレーションばかりで、たまたま口直しがしたくなっただけよ。何？いけないの？This comedy song in the back? What the hell? Welcome to the inn. May I take your order? 注文って…え？待ちなさい。どうして君が接客を？今、旅人はこの旅館の腕利きシェフなんだぜ。お前らタイミングが良かったな。ここで作る最後の料理にちょうど間に合ったんだぞ。そうなの？じゃあエウルアが提案してくれなかったら旅人の料理を逃してたってこと？じゃあ何を頼もうかな。あ、私リーウェ料理ってあんまり覚えてないんだよね。ミカとエウルアは何か食べたいものある？栄誉騎士先輩の料理を味わえるなら、僕にとっては学ぶの絶好のチャンスです。Huh? Oh God. どんなメニューだって構いません。Is this the anything goes moment? 何でも構わないわ。食事を済ませて先を急がないといけないしね。お前が提案したんだろ。それなのに何でも構わないって。じゃあアンバ、お前が何でも好きに注文してくれよ。じゃあ私も何でも構わないかな。
おかーん。オッケー。今日は。ごめんね。特に食べたいものが思いつかないんだ。だったら適当に頼むよりも、あんたに任せた方が安心でしょ。うん。なんでも構わないとは言ったけれど、お酒は結構よ。二人は飲めないし。あ、Wait, what? Really? 残念ね。I can believe Mika, but not Amber. 炭酸水なら持ってますよ。Okay.Yo, help. 何でも構わないね。料理人にとっちゃこれが一番大変な注文なんだよな。お客さんの好みも全くわからないから、自分の勘に頼るしかない。No secret ingredient or something? 数日間見ていたからわかる。お前ならきっと最適な答えを見つけ出せるはず。Okay, then. Thanks. Thanks. 何でも構わないから。お前の腕前を見せてやれ。Let me think. What do they like? What could they be craving? お、その表情、もう決まったんだな。I do. なら、何でも構わないから。I do. お前の腕前を見せてやれ。Okay. Start cooking. This description, a simple dish with rice, no, rich flavors straight from the wok, made from stir-fried ham, bird eggs, rice, and all manner of other ingredients. They said that a myriad recipes for fried rice have resulted in it being considered the first choice for those who don't know what to eat at the moment. Of note is the fact that this simple dish isIn truth, quite the comprehensive test of a chef's capabilities. Only skill will, they say, will get you a dish that brings back memories of home. So we're just cooking fried rice. Is this it? Fried rice? What? Okay. Ham.Bamboo shoot. Snapdragon. Okay. Ah. Mixing. Oh shit, I hate mixing a lot. Okay. Whoa, that's a little too late.Yeah. Yeah. Okay. Mix egg obtain. cook at the right moment. Oh, that's two. What does cook at the right moment means? Like, what exactly? Likewise, damn, swap ornament. I haven't done this and this, so that's the combo for today. Chili green looks nice. Yeah, sure. Anything goes. Well, fried rice it is.塩加減と旨味が見事に調和していて、お米の一粒一粒に味わいがある。出来たてほやほやのちょうどいい湯気も、なんだか懐かしい感じがするよね。へえ、騎士団で最高の兵糧が見劣りするほどね。教えて、この料理の名前はなんていうの？エンディングオース。適当混ぜ飯ってわけにはいかないよな。別に名前はないぞ。材料や作り方もごく普通だし、一体どこから紹介すればいいんだ？材料も作り方も普通なんですか？てっきり
何か特別な食材とか手法を使ったのかと思ってました。This isn't the finest dish in the world, but it's the one you need right now. 一番美味しいわけじゃなくて、一番適してるって、どんな意味だ？You've been on the roads for so long that you only been eating few variations the entire time. 空腹だったから特別美味しく感じたってことですか？それだけじゃないような。冷め切ったレーションばかりを食べていたから、熱々で出来たての香りを恋しく思わざるを得なかった、そういうことでしょ？あ、これがリーウェでいう牡蠣というものですか？聞いたことがあるような。そうそう、この匂い、まるでレストラン鹿狩りに戻ったような感じ。Anything goes. 鹿狩りの気分になったらリーウェ料理を食べに来た意味がなくなっちゃうだろう。味のことを言ってるんじゃないよ。ほっとするような感覚っていうのかな。我が家に戻ってきた感じがする。ほっとする、我が家。あ、もしかしてこれが現象の言ってた我が家に帰ってきたってやつか。 What makes the dish tasty is highly subjective. Everyone got their own preferences, bro. But the chef caters to all comers. Gotta put ourselves in their shoes. And that's the chef passion, passion.For putting smile in the customer's face. つまり、この料理の隠し味は気持ちってことでしょうか。That's true. 臭い話にも聞こえるけど、確かにこの料理を食べ終えた後、そう思ったわ。素晴らしいわね。このレシピ覚えておくわ。Okay. レシピを覚えたんなら、やっぱり名前も必要じゃない？それで。この料理の名前は決まったの？I never thought this far. だったら、心づくしってのはどうかな？ yes, Spider-Man, right at home. God, if that's the actual one, dude. 私たちの携帯しているレーションは、得意料理のムーンパイを改良したものだけど、それに勝るなんて、素晴らしいとしか言いようがないわ。でも、今度モンドに来たら、また手作りのオリジナルを必ず味わってほしいもの。Well, I wish you exist, but you don't. So, you okay? ごめん、気づかなくて。Got something in your mind? さっきの料理、おじいちゃんが作ってくれたのにちょっと似てる気がして、あの味、もうすっかり忘れちゃってると思ってたのにね。おじいちゃんは昔よくリーユエ料理を作ってくれたの。毎日夜になるまで一緒に訓練して、私はいつも食卓のそばにいて、香りを嗅ぎながらおじいちゃんがキッチンから出てくるのを待ってたんだ。たまにエウルワが来て、口ではずっと不満ばかり言ってたけど、食事が始まると楽しそうにしててね。So she remembers too, huh?And maybe that's why she suggested you come here for dinner. 本人に直接聞かないでね。じゃないとまた文句を言われるよ。No, she said she wants recipe. Okay, not vengeance. Why are you looking at me? You heard nothing. Yo. 大団長と遠征に出た時、よく焚き火を起こして、僕も料理を作っていましたよ。That's nice. 条件が限られていることがほとんどだったので。丁寧に作ることはできませんでしたけど、皆さんとても喜んで食べていましたね。今思うと、あれも気持ちが秘訣だったんでしょうか。お、はい。やあ、数日間本当にお疲れ様でした。My pleasure. Am I getting paid?本当に実直な方ですね。お受け取りください。当初の基本給に少しですが、報酬を上乗せしておきました。
Thanks. 頑張ってくれた分のお礼ですよ。やったぜ！ここ数日の疲れが一気に吹き飛んだぞ。ほんの数日でここまで上達するとはな。もしこれ以上仕事を続けられたら、厨房を明け渡さなきゃいけなくなっちまうところだった。Well, I for one look forward to enjoying your cooking many more times in the future. ありがとうよ。今度来るときは友達も連れてこい。俺の腕前を披露してやる。その前に、もうやけどなんかすんなよな。Yay! All my foods! Likewise, tofu that looks like meat. Multiple meat. I think it's shrimp. I forgot what the first one was. Was that the first one? This one was Sumeru. Oh, actually, yeah. Like all the nation came here. There's no leeway one because maybe that'll be next time. You'll be in the center. That'll be nice. Are they permanent though? Right? That's the next question. That's cool. You are the same thing. Got it. Bye. Also, there's also some cute stuff here. Ding. Ah. Hmm. Ah. That is super cute. What the fuck is Ayato doing? He's happy. She's happy. She's extra happy. Huh. Mark my words. Ah. Ow. This was a cute one. Right? Very short. Sweet, simple. I guess I wish that it was more. I don't know what would be better, to be honest, but I kind of hope this stays, you know, that'd be cool. I wish I knew I saw this before. I saw this like, I'm not sure it's like in between Sumeru or Inazuma. Yeah, I saw that too late. That'd be cool though if more events just added like small touches in the game. I don't remember an actual event that does that. I don't remember. Is there any event that touches up the world a bit? I don't know. But it's better than, you know, just teapot stuff, you know? Like teapot should be like the big moment type of thing, like the Mimir painting, you know, or like the this one like is, yeah, that's be great, but I would like some of them to stay here, you know. Well, I'm done rambling. See you whatever next week one is, who knows. Well, see you next time. Bye.